今度、武道が丘高校の方にスポーツジムがオープンするそうだが、真剣に会員になることを考えたよ。体力をつけなくっちゃな。でも、ああいうとこじゃ1週間も風呂に入ってないやつがチンポいじった手で同じダンベル持ち上げたり、プールに入ったりするのかな。ここまで3分で着いたな。横断歩道を渡る時が一番体力のなさを実感したよ。ところで、これからここに誰が来るんだね。ん？誰かを助けに呼んだんだろ。東方丈介と西村奥康の家が一番近いが、5分くらいかかるからあと2分か。君は2人の友人だろ。山岸由香子とか、シンデレラでエステをやってる女もスタンド使いってやつなのかね。まさか女性を助けに呼ぶわけはないよな。こいつ、ふん、ボタンのついた上着は置いてきたよ。後で取りに行く。君を始末してからね。こいつが僕の目の前にいる。この男が何年も何年も何人も何人も、レミさんもシゲチー君も、うわー、クロースのアクト3、キラークイーン。なんでこいつスタンドが2体いるんだ。スタンドは1人1体のはずだぞ。シアーハートアタックはキラークイーンの左手から発射した追撃爆弾だ。だからダメージは私の左手だけにある。忠告します、光一様、今あなたは射程5メートルの外に出てしまいました。爆弾スタンドの重さが消えます。おお。SHIT、 もう一遍スリーフリーズで攻撃しなくてはいけません。なるほど、射程距離か。どちらを攻撃しますか。犯人本体ですか、クソったれ爆弾スタンドですか。スリーフリーズは一度に2箇所は重くできません。犯人本体を重くしても爆弾スタンドは自動操縦だから止まらない。爆弾を重くしても本体は来る。どっちですか。早く命令してください。どっちを攻撃するんですか。爆弾を止めろ。スリーフリーズ。どちらを攻撃しても君は敗北する運命だったってわけだな。